用レベル4クリアランス。セキュリティクリアランス適合。アクセス許可。アイテム番号 SCP-152JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-152JP の現在位置は秘匿され、 SCP-152JP を直接担当する職員はプロトコルエニグマによって輸送されます。 SCP-152JP は対衝撃収容室に保管され、カメラで監視されます。 SCP-152JP への接近、接触は許可されません。監視職員には SCP-152JP に表示された数字の定期的な記録が義務付けられています。表示板の ×2 以外への変化、または急激な数字の変動があった場合、早急に報告してください。説明。SCP-152JP の外観。構造は反転フラップ式表示器と類似しています。前面には15桁の表示が可能な数字盤が存在し、数字は常に変動しています。数字盤上部の表示板は、÷10、÷5、÷2、×2、×5、×10、と背面のプッシュスイッチによって表示が切り替わります。また、不明な形状の電池に対応した蓋のない電池ボックスが底部にあり、ボックス内には現在取り外し不能な未知の装置が取り付けられています。これにより執筆時点で SCP-152JP は覚醒状態にあります。SCP-152JP は当初アノーマラスアイテムとして回収されました。非覚醒状態において SCP-152JP は単に世界人口を表示する表示器として動作します。この動作に電源は不要。しかし電池ボックス内端子に、ボルトの電力が供給されると、SCP-152JP は覚醒状態となります。覚醒状態において SCP-152JP は人口の表示に加え、出生率またはそれに類する何らかの数値を操作する効果を発揮します。調査の結果、表示板の6種の数式は、数値で適用されるものであると結論されました。文書 152JP N3 を参照。現在の数式は ×2 で、人口は緩やかな増加傾向にあります。事件 152JP 065、敵対組織により SCP-152JP 電池ボックス内に未知の装置、不透明な結晶で覆われており、内部には不明な電子機器が存在が取り付けられ、SCP-152JP は覚醒状態となりました。これらは SCP-152JP と完全に結合しており、SCP-152JP を破壊せずに取り外すことは不可能であると判断されました。事件記録 152JP。 事件 152JP-02、 日付1800年10月3日、編集済みを目的とした敵対組織の襲撃。副次的に同サイトで保管されていた SCP-152JP が奪われた。事件 152JP-03、 日付1800年11月10日、対応チームが SCP-152JP を回収。SCP-152JP に調査された痕跡。事件 152JP-05、 日付1800年2月12日、再度の襲撃。損害は軽微。尋問により SCP-152JP を狙ったものだと確定。防衛体制の強化を予定。事件 152JP-06、日付1800年2月15日、大規模な襲撃。認識災害ガス、編集済みを利用したものと推定が散布され、サイト、81、他甚大な被害を受けた。SCP-152JP を含む6つの SCP アイテムが奪われ、さらに SCP-152JP について知識のある研究員3名が拉致された。サイト、81、他、削除済み、まで封鎖。事件 152JP、
18、日付18、年、月、日、急激な人口の増加。異常な多体から SCP-152JP が覚醒状態であると推測。あまりに異常な例については隠蔽。同時にカバーストーリーのルフを開始。事件 152JP-23、日付19、年、月、日、SCP-152JP の回収。合わせて収容された文書をもとに拉致された研究員2名の遺骨を確認。残り1名については不明。回収された SCP-152JP には未知の装置が取り付けられ、強制的に覚醒状態が維持されている。結果として世界人口は事件 152JP-6 前の約倍にまで増加した。会話記録 152JP 岩井博士による SCP-152JP の破壊申請時の記録。録音開始。それで、何の話だったかな。ですから SCP-152JP は破壊するべきだと。それはなぜだね。将来的なリスクを考えて、です。我々は SCP-152JP が本当に人口に作用するだけなのか理解していません。そうだな。確定は不可能だろう。もし人口を左右するだけであっても、新見博士ならご存知でしょう。かける10が何を起こすのかを。知っている。では。却下だ。これは上の決定でもある。第一破壊によって SCP-152JP の効果がきちんと失われるかはわからんのだ。再びあの連中が利用しないとも言えません。連中から SCP-152JP を守るのも我々財団の仕事だろう。今度こそな。しかし。いいか岩井君。私たちは今 SCP-152JP を必要としている。そしていつの日か、あれが最後の手段になるかもしれんのだ。録音終了。